血気盛んな青年ジャコモ・カザノーバ。彼はベネチアから逃亡した先のミラノで恋人の取り合いから決闘に及びます。カザノーバ格言集、今回は格言というよりも当時のカザノーバのむしゃくしゃした気持ちをよく表している言葉を取り上げてみました。ジャコモも決闘の約束など守らなくても構やしなかったが、喧嘩したくてうずうずしていたのか。やつとの決闘の約束など守らなくても構やしなかったが、喧嘩したくてうずうずしていたのだ。こんにちは、小鉄和弘です。カザノーバはあまりの悪ふざけの結果、ある娘に乱暴した嫌疑で別件逮捕されそうになり、ベネチアの町から逃亡します。彼はベネチアからミラノを目指し、まずはベローナに向かいます。当時ベネチアは共和国で、ベローナはその統治下にありました。ベネチアの象徴は守護聖人の聖マルコを意味する翼のある獅子でした。これはベネチアの街の広場等にあるだけではなくて、領内のベローナの街にも同じようなものを見受けられます。カザノーバはベローナで一泊した後、ミラノの街へと向かいます。当時のミラノはすでに大きな街でしたが、オーストリアのハプスブルグ家の支配下にありました。カザノーバはとにかくベネチア共和国から脱出したかったんでしょうね。ミラノに到着したカザノーバは立派なホテルに泊まります。そして食事をしようとレストランに入ります。すると突然、若い娘がジャコモと呼びながら抱きついてきたのです。それはなんと、あの可愛らしい娘マリーナではありませんか。マリーナはカザノーバ格言集第10回に登場した2人の姉妹のうちの1人で、また第13回にもイタリア即興喜劇の踊り子として登場しましたね。二人で楽しそうにイチャイチャしていると、なんと彼女に向けてナイフを投げつける乱暴な男がいるではありませんか。その男は自称伯爵のチェーリと名乗る男。カザノーバがレストランに入ってくる前はマリーナと彼で二人で食事をしていたのです。カザノバはそれでもこのキザななりをした下品な男に丁寧に、それでは三人で食事しませんかと申してますが、この男は乱暴な態度を取るので二人はもみ合いとなり、カザノバはマリーナを連れてレストランから出ようとします。しかしチェーリー伯爵は、明日の晩決闘だとカザノバの背後から叫ぶのでした。そんな嫌な男は置いてきぼりにして、二人きりとなったマリーナとカザノバは楽しく一晩を共にするのでした。なんだ、危険な逃亡生活してるんじゃなかったのかよ。それにしてもチェーリから投げつけられた決闘だという言葉にカザノバはちょっと引っかかります。自分のデートの相手の女性が昔の恋人と再会の喜びを表したくらいで、あんな下品な態度で応対する、そんな程度の男からの果たし合いなんか無視しても構わないとは思うカザノバ。でも今はとにかくむしゃくしゃしていたんですね。体力にも自信があり、女性にもモテる自分が今はヴェネツィアを追われている、そんな嫌な気分を喧嘩でもして吹き飛ばしてやろうと考えたのでしょうか。やつとも決闘の約束など守らなくても構やしなかったが、喧嘩したくてうずうずしていたのか。さて、次の日の晩、カザノバが決闘の約束の場に行くと、遅れてきてチェーリーもやってくるので、2人は剣を抜いて戦います。とは言っても剣の刃がない部分、つまり峰で戦ったようですね。いわゆる峰打ちというやつです。まあそれでも下手すると骨くらい折れたでしょう。カザノーバがふと周りを見ると、卑怯なジェーリーは助太刀を連れてきているではないですか。
どうしようかとカザノバが思っていると、この決闘の時間まで一緒にカフェにいた名も知らぬ男がカザノバに加勢してくれるのでした。こうして2対2となった決闘で、カザノバチームは相手側をボッコボコにした後、ゆうゆうと去っていくのでした。カザノバがこの謎の人物に名前を尋ねると、なんと一流の踊り手として有名なフランス出身のバレッティではありませんか。彼の人柄をカザノバはすぐに気に入ってしまいます。そしてマリーナと合流して3人で食事をしているうちに、カザノバはマリーナがこのバレッティを同業者としてとっても尊敬していることや、2人が惹かれ合っていることを見て取ります。ここでカザノバは考えます。そうだ、2人を仲良くさせてあげよう。踊り子として活躍したいマリーナのためにはその方がいい。カザノバはこういう時あっさりと身を引くんだよね。もしかして別れるチャンスと本当は思ってのことかもしれないんだけどね、そこはわからない。さてミラノでの出演契約を終えたマリーナの次の仕事は、このバレッティを共演者としてミラノ西北の町マントバでの公演でした。カザノーバは二人乗りの馬車にマリーナとバレッティを乗るように促して、自分は後から行くこととしました。馬車の中で男女が仲良くなること、カザノバは自分の経験からよく知っていてのことですね。可愛いマリーナが別に自分以外の男と親密になっても全然平気なんですね、このカザノバっていう男は。こうして恋や決闘の逃亡生活、苦しいどころかめっちゃ楽しそうだね、カザノバ君。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。お話はオペラ歌手演出家の小鉄和弘でした。またね。